はいどうもブンクラです。今回も遊んでいきたいなと思います。ちょっとね部屋を広げて、おじさんと住んでたんですけどね、鉱石をね取って帰ってきたらね、あいつがいなくなってたあいつがいなくなってたんですけども、よいしょ。鉱石がね結構取れました。でちょっとダイヤのツルハシを作ってね、ちょっと僕がブランチマイニングをしていたところに行きたいなと思います。ちょっとね、また新たなね鉱石を見つけたんで、急いで録画を始めたとこになります。おじさんじゃあちょっと行ってくるね。よいしょ。今回はねここで鉱石を掘っていたんですけども、こうやってね下に降りてって、ダイヤが取れる高さでブランチマイニングをしようと思ってこう降りていったら、綺麗にね真正面にこうスポーンに当たるっていう奇跡的な展開がまず起きまして、バケツとかこれまだ取ってなかったんですけど、ちょっと取っていきましょう。よいしょ。あ、名札。ちょっと待ってエンチャントのダメージ増加、ダメージ減、これめっちゃ強くない？めっちゃ強いね。ちょっと待って、どこの声それ、すっげえ怖いんだけど。こっちっぽいね。ん？誰？誰？どこ？君じゃないよね。ん？どこだ？下か？あ、お前か？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 大丈夫か？大丈夫か？助けてやりたいけど。あー、残念。あいつの声だね。まあそれはいいとしまして、よいしょ。今回はねこっちでブランチマイニングをしておりました。でね、どこだったっけな、どっかにね、あ、これね、掘ろうと思ったら鉄じゃねすごい時間かかるんで、多分取れないやつなんですよ。取れた。よいしょ、ドン。これはアルルマイト鉱石か。アルルマイト鉱石じゃなくて、アルルマイト鉱石ってあのアルルマイトインゴットのやつか、じゃなくてあ、ここだ、これ。よいしょ、ルビー鉱石。これはね結構レアらしいです。ルビー鉱石はアルルマイト鉱石とかに比べてレアな素材らしいんで、ちょっとこれはね持っとこうね。よし、じゃあこの3つがこの世界で入るやつだね。リアルマイト鉱石とアルルマイト鉱石とルビー鉱石。まあこれは普通に結構あって、アルルマイト鉱石が少しレアで、このルビー鉱石が結構レアらしいです。なんでこのルビー鉱石で剣とか作れば結構強い剣ができるんじゃないかなと踏んでおるんですけども、ちょっと詳しい詳細はまだ不明です。よいしょ。こっちの方は、お、結構あるね。よいしょ、本当にレアなのかな結構あるけども。よいしょ、ここ上がったとこにも見えるよね。よいしょ、これも取っていきましょう。よいしょ、お、結構あるぞ。じゃあダイヤもだけど、このルビー鉱石ってのも結構ね集めていかなきゃいけないね。よいしょ。いやー、本当にこのリアルマイト鉱石はめっちゃあるんだよね。至る所にある。またあった。じゃあこれの装備とか作るのもいいかもな。さあ、じゃあちょっととりあえず手に入れた鉱石でいろいろ作ってみようかね。サイクロプスめっちゃいる。よいしょ、ただいま。よいしょ、よいしょ。とりあえず名札手に入れたし、ちょっと邪魔。名札を手に入れたんで、ちょっとあれを作っちゃいますか。3つでいいんだっけ。よいしょ。んで、OK、できた。金床。よし。ここでいいか。おじさんの名前決めてあげなきゃいけないね。よしおにしよっか。おっしゃ。君は今日からよしおです。よしおです。あれ、名札ってなくならんのだっけ？永遠使えるやつ？
じゃああのサイクロプスも名前つけてあげようかな。レベルあるしな。うん、サイクロプス、サイクロプス、サイクロン、ダイソンだな。うん、やばい、レベル9も使っちゃった。よいしょ。よし。あ、うっすら名前見えるね。君は今日からダイソンだよ。なんでダイソンの時は名札なくなったんだろう。しかもなんか名前見にくいな。うっすらダイソンって出てるけど、まあ君今日からダイソンなんで。よし、いい名札の使い方したな。このルビーインゴットで剣を作ったら攻撃力プラス11、めっちゃ強くね。これも使おう。え、今実績解除、俺実績今解除なの。わ、めっちゃ強え。最強剣ができたな。え、じゃあこれでツルハシとか作ってみる。どうなんだろう、早いんかな。ちょっと試してみるか。ちょっと吉尾どけてくれ。よいしょ。まず鉄のツルハシ、うん、こんなもんだよね。ダイヤ、うん、ルビー、お、早え、早くね。ダイヤ1、2、3、このぐらいの速さでしょ。1、2、3、めっちゃ早え。さすがルビー、やべえ、すげえな、やべえぞ。いいのが手に入ったな。よし、じゃあちょっと装備も変えるか。それでは着替えたいと思います。じゃーん、かっこいい、かっこよくね、これめっちゃかっこいいじゃん。どう、かっこよくね。うん、ちょっと間があったな。若干間があったな。もっと間髪入れずにうんって言ってほしかった俺今。かっこいいだろ。遅えわ。早い早い早い。かっこいいだろ。うん、だろ。いえ、今じゃねえ、今じゃない。じゃあおっさん、ちょっとまた出てくるわ。ちょっと水が欲しいな。エンチャントテーブルとか作りたいもんね。よいしょ。おー、サトウキビ育ってる。いけ、俺の魂。さあ、ということで掘っていくんだけども、よいしょ。これってルビーピッケルで掘れるんかな。あ、掘れるね。オッケー。そしてダイヤより早い。とりあえず4個でいいんだけどな。ネザーに行くためにもうちょっと多めに掘っとこうか。いや待てよ、これさ、よく考えたら一括破壊あるんだけどさ、絶対こっちで掘った方が早いよな。便利、めちゃくちゃ便利。便利だけど結構ロスった。全部で14個ぐらい欲しいんだけど。あー、全然いいっすね。オッケーオッケー、一括破壊って便利だな。どこで聞こえるんだこの声は。あー、お前か。俺は痛い。あー、さあでも倒すぞ、リベンジ。おしゃい、倒してなんか落とした。何、金のツルハシ。金のツルハシくれんの。いやでもこれでルビー剣の強さが証明できたな。よし。はい、ということで今回は新装備、新武器手にすることができました。ちょっとやめろ。いや楽しいですねこのモッドね。もしよかったら次回も見てください。ありがとうございました。バイバイ。